明日一緒に帰るな。じゃあな、まっすぐ帰るよな。バイバイ。番です。ちょっと恵子さん、ちょっと開けてよ。恵子さん、ちょっと。なんだか様子がおかしいな、恵子さん。どうしたんだべ。闇を裂く美女の悲鳴、霧の中の幽霊馬車。おい大山、面会だ。おお、リッツさん、どうしたの。助けてくださいよ。僕が恵子さん誘拐したって言うんですよ。そんなことやるわけないでしょ。この人なんとか言ってよ。信じてくださいよ。僕はね、恵子さんが青い顔で帰ってきたもんだから、それで心配になって覗いたんだから。でもよくないわよ、他人の部屋を覗くなんて。はい、反省しております。本当、ちょっと待ってよ。ねえレッツさん、僕はやってないですよ、信じてよ。ねえ恵子さんが黒マントの男と空中に消えた、なんちゃってね。んだ、信じられないわ。いや僕だって信じられませんよ。夢見たんじゃないの。やっぱりレッツさんも信じてないんだな。分かったよ、自分で探すよ。ああ、小次郎さん、自分で身の潔白を証明するんだ。なに、なかなか綺麗な人ね。そうだろう、恋人。まあ、そったらどこだ。うっそー。結婚するの。まあ、夢だと思う。相手がね。だろうね。まあとにかくね、この人を探し出さないとね、僕は誘拐犯人されちまうんだよ。お礼は何でもするから、とにかく情報頼むよ。あたたたたっくわ。でも用意してくるの。何の音だ。馬車だよ。雲だ。真由美。
横浜埠頭で怪事件、若い娘、巨大雲にさらわれる。恵子さんが失踪した事件と手口が似てると思わない？ほら、あの小次郎さんの。俺もそれを考えていた。きっと同一犯人の仕業よ。うん。それともう一つ気になるのは幽霊馬車だ。雲の糸だ。一体魔空は何を企んでいるんだ。どうだ雲ダムだ、人間改造計画はうまくいっておるか。いずれ劣らぬ美人揃い、素材としては満足いたしております。うまくいくかな、人間の重生化が。私が研究開発した重生ホルモンを与えれば、立ちどころに。マクーは重生帝国に新しい血を注入するために娘たちを重生化して送り込む計画を進めていたのである。恵子さん見つかったか。いや今のところ なんとかして恵子さんを探し出してよ。ねえ頼むよ。そうだ、いい考えがあるの。ねえ私にも手助けさせて。女性の敵をやっつけたいのよ、うんうん、ちょっと小次郎さんこっちいらっしゃい。さあ早く。あだ ご覧なさい、月子さん。港の黄昏、逸話のカモメ、ロマンチックだな。どうしたの、小次郎さん。震えてるわよ。寒気がすんだよ。はっ、月子さん、おしっこ、トイレどこだんべ。そんなこと知らないわよ。その辺でやっちゃったら、こんな調子じゃ、マクーも逃げちまうよ。月子さん、ほら、月が出てってた、月が。ねえ、ロマンチックで、ちょっと月ちゃん。何にも現れないわね。美人刺繍が担任でねえかな、月子さんだとな。失礼ね。あららららら。
ねえ馬車だ。あっ、雲だ。あこちらさん、こちらさん。ああ、こちらさん。つくわ。ロマンチックだな。ああ、乗客。
警備ギャバン。宇宙警備ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。乗着、うわっ、了解、コンバットスーツ転送します。マクー空間に誘い込め。マクーのドン・ホラーは地軸を操作して一種のブラックホールを作り出すことができるのだ。パワーを発揮することができるのだ。マクの悪
ャバンダイナミック止めて、レキさん、止めて、ね、お願い、ケイコさん、ケイコさんだ。宇宙刑事ギャバンの活躍で美女を重生化する計画は阻止された。だが小次郎の夢だけはギャバンでも助けることはできなかった。乗着せよ宇宙刑事ギャバン。星空のどこかにふるさとがある。愛する人が俺を呼んでいる。悲しみの重さにうつむく夜は瞳をあげるのさ、銀河の彼方へ。立ち止まるな、行かないでギャバン。今度こそマクーに殺されるわ。ギャバン、行かないで。ミミーが懸命に止めるのも聞かず、魔の山に向かったギャバンを待ち受けていたのはサーベル・ダブラー必殺の攻撃であった。危機一髪、乗着せよギャバン。ミミーの悪夢か、吠える切り裂き魔獣。お楽しみに。